お世話になっております。ワルハラ実況プレイ、今日もね続きをやっていこうと思うんですが、3日目の営業が終わって、でジルの自宅モードって感じだね。シャイニングフィンガード会員券更新料として口座から800ドルが引き落とされました。で会員券更新したので今日は何の憂いもなく仕事に集中できるだろうと。特になんか欲しいものはない日ってことなのかな。これなんすかこれなんだろうね。ハッピーバースデー的な、アリスラビット関連かな。あのサイトが本当に好きなんだね。必要なの。これはシャイニングフィンガード会員とやらについての言及ですかね。もしかしてここか。もう一つなんかねアプリがこれから増えるよ。でももう更新してるからな、会員券な。今使えないってない気がするけどな。とりあえず買い物は今日はしなくていいんかな。どうなんすかね。特に増えてたりもしない。3ページ目が増えてないもんね。割と買ってんだよな。まあ今後多分ジルがね欲しがるものもあると思うんで、先回りしない方がいい気もするけどあ、なんか店のね品揃えが入れ替わっちゃったりすると嫌だけどな。ちょっと分かんないからな。一旦取っときますか。買わずになんかアプリ系見ますかね。まあ掲示板からかな。これダンゲルな、デンジャーユーって呼んでましたけど、ミキのコンサート4。ああ、アリスラビットのスレがなんか勢いがありますね。ミキのコンサートの話は前回までのスレの流れ、クソカキコキンし相変わらずだね。あの子いなくなっちゃった。ああ、告白しようとしてた子多分ね。あ、これ読んだね。ああ、更新されてないわ。あれ、アリスラビットスレ2は、あ、これもこれ見た記憶ありますね。あ、これだよね。12月17日が近づいてきてんだよな。変わってない。スレ3は、あ、これは読んでないかもね。公式に来た。公式？何が起きると思う？アリスラビットの公式ページみたいなのあんのかな。何も？この前はリークだった。何かのリークを行ったと。あれでアリスは落ち目になったな。なんせあれを超えるものはなかなかないからな。またリークか。どうかな、あんな真似を政府が二度も許すかね。そこはまあアリスだからな。彼らに不可能はない。あの不気味なメッセージを送ったのがアリスじゃなくて壮大ないたずらだったら。いたずらでサイトをあんな風にハッキングするか。俺じゃないよ、さ。でも確かに別人かも。いずれわかるさ、日付はいつだっけ。12月17日な。そうか、ターゲットについてもっと詳しくわかりゃな。いいネタだな。こういうスレはイライラする。ネットの有名人とかマジでクソ。アリスラビットのことか。もしテロの噂と関係があったらどうする？テロの噂怖いね。怖い？ちょっと。セイさんが怖いんだよな。なんかいろいろフラグがね、立ってる感じしますよね。オーグメンテッドアイは、あ、これは全部。これは全部。見たことない気がする。今月、犯罪率 5% 上昇か。社会、政治系担当のキンバリーさんですね。今月の犯罪件数が前月比で 5% 上昇。メガクリスマスへの道が危ぶまれている。メガクリスマスってなんすか。普通のクリスマスと違うのかな。ホワイトナイトの全部隊もこの状況に気がついている。最近の予算削減により隊員の士気は下がっているが、彼らは全地区における安全を約束してくれた。機械の欠如と貧困はもはや犯罪の主要因ではない。あらゆる階層の人間が犯罪者になっている。彼らは自分に力を与えてくれるというただそれだけの理由で人を殺したりドラッグを売りさばいたりしている。家族を養うためとかそういった理由はもはや存在しない。彼らの頭にあるのは支配の2文字だけ。地域全体がこうした危険なギャングに支配されている場所もある。おまけに今のところ解決策もない。今年は非常に暗いメガクリスマスになりそうだ。まだマシな方？この街は神に見捨てられたの。そんなに治安悪いんだな。
アリスラビットはキラミキのファン？はあ、ファンじゃないやつがいるのか。ラナスミシーだ。ラナスミシーはくだらない記事担当だからな、俺の中で。みんな大好きキラミキ。アリスラビットだって例外じゃない。ほう、このあながち的外れでもない説の証拠はどこにあるのかって。気になるなら続きをどうぞ。アリスラビットの攻撃パターンは、お前のクソにはもううんざりだよスミシーさん。わ、これアリスラビットがやってんのかね。アリスラビットについての分析記事をハッキングして書き換えたのかな。彼ら自分たちに太刀打ちできない相手にちょっかいを出してるね。そういう策略かもね。衝撃的な秘密。あ、きらめきだ。きらめきの衝撃的な秘密。これキンバリーさんなんだ。今日は近頃人気沸騰中の歌手の秘密に迫ります。彼女はどうやってデビューしたのか、どんな映画が好きなのか、恋人はいるのか。独占インタビューが読めるのはオーグメンテッド愛だけ。お見逃しなく。なんでだよ。このコンテンツはお住まいの地域ではご覧いただけません。ちょっとこれ地元のページなのに。なんでだ、どういうこと。きらめきのファンな。なるほど。で、きらめきさんのブログはどう？あ、変わってない。これ、屋根の上に座ることだね。全部変わってないな。そうそう更新しないか。なるほど。じゃあ、こんな感じで、出勤します？いきます。12月16日金曜日。おはよう。よう。ん？何の音？銃声？パンって聞こえたな。なんだ今の音。あとちょっと遅かったらお前も巻き込まれていたかもな。車の排気音じゃない？そうか、銃声みたいだったぞ。物騒だね。銃声なんか聞いたことあんの？ジルはあんまりない。え、ないやつなんかいんの？わ、また聞こえた。やっぱり排気音みたいだけど。どうかな、もっと乾いた感じだ。でも銃声ならもっと響くんじゃない？おう、ボス。爆竹？爆竹かもしれんな。あ、ボス。わ、爆竹？数年前こんな事件があった。メガクリスマスを祝う爆竹の音に紛れて、男が警官を射殺しそのまま逃走。はぁ、めっちゃ聞こえる。爆竹にしては音がうつろじゃないですか。まあ何でもいい。我々は朝のトーク番組をやってるんじゃないんだ。お前らのおしゃべりに金を払ってるわけではないからな。客と喋るのは別だが。ほんと、車の排気音に構ってる時間はありませんから。かたくなにその方向で行こうとしてね。だから、ふふ。めっちゃ聞こえるな。なんだろう。やだなぁ。せいさんが心配だわ。マジ。ちょっと今後の方針として、スノーフォールのリミックスを1曲目に必ず置くようにしたい。なぜなら俺が好きだから。いやーマジいいわ。ただ、バルハラっぽくはないんですよね。前も言ったけどね。一日を変え、一生を変えるカクテルを。このセリフに合った曲を1曲目に持ってくるか。なんかちょっと見てみよう。今度。いらっしゃいませ。誰？お、あ、知らない人だね。初めてのお客さん？おじさんですね。どうも、ちょっと情報探してるんだけど。情報を探してる？どんな？クリムゾンローズって呼ばれている女。誰だろう？ボスかな？悪趣味なハンドルネームみたいな名前ですね。ハンドルネームなんて大体悪趣味ですけど、確かに。何か知らない？むしろ、どれだけ悪趣味に行けるかっていうね。ところもありますけど。いえ、すみません。ここに80ドルある。どう？何か思い出した？情報を買おうとしている？そう言われてみればだんだん思い出してきた。本当かよ。本当かい？そんな人は全然知らないってことを完全に思い出しました。ジル好き。この感じ好き。これっぽっちも？これっぽっちも。使えないバーテンダーだ。僕が求めている情報を持っていないなんて。なんすかあんた。そもそもあなたが勝手に探している情報をどうして私が持っていると思ったんです？その女性がこの店の常連とか、
その情報を私が持ってるって証拠でもあるとか。それは、それに私をお金で釣ろうったってそうはいきませんよ。大体どうして現金なんか持ち歩いてるんです。あー、カツアゲされてボコボコにされたらどうするんです。なるほど、現金はあまり使われないんですかね。一般的じゃないのか。注文してるタイミングでここがね、増えるっていう仕組みですもんね。全部電子なのかもしれない。うん、まあそれに私が何か知っていたとして、80ドルポッチで足りるとでも。確かにね、もう1万持ってるからね。持ってはいないわ店の売り上げか、これは。80ドルじゃ今日 B 何もできませんよ。まともなランチ代にもならない。どうしてそんなに怒ってるんだい。まあ、あなたの態度も悪かったと思う。じゃあ聞きますけど、どうしてあなたが勝手に探してる情報を持っていなかっただけで、使えないバーテンダー呼ばわりされなきゃならないんです。怒ってんな。ぼ、待てよ、そうか、クリーンな取引にしたいから何か注文してくれってことか。この人も話通じなそうだな。そういうことだね。僕はここでお金を使う。君は情報をくれる。持ってないって。それはやってみないとわかりませんね。商売人だな。そういうことなら一杯もらおう。80ドル以下のやつ。ガットパンチ以外にある。80ドルでどんなカクテルを頼めるか見てみましょう。うん、値段で検索はないからな。うん、改めて見たけど、ガットパンチだけですね。めっちゃカルモトリン入れてやったわ。これで熟成させて、ミックス。L サイズにすると多分怒られますもんね。はいよ、どうぞ。じゃあ聞くぞ、その女について何を知ってる。何も。でもさっき、やってみないとわからないと言っただけです。私が何か知ってると勝手に思い込んだのはあなたの方です。それにさっきも言った通り、80ドルじゃ何にもなりません。つまりもっと注文しろってこと。この人はもうなんか不器用な生き方しかできない人なんだろうな。一つ教えておきます。いくら使ってもらっても構いませんが、私は何も知りません。じゃあお金返してもらえる。どうして、注文は間違ってませんよね。ああそうか。どうしてその女性を探してるんです。クリムゾンローズ、ん、フォンダラだ。アートフォンダラ、この人の名前か。アートさん、私立探偵。はあ、容量悪そうな私立探偵だな。じゃあ失踪した人を探してるんですか、それともネット上のストーカーに頼まれて。なるほど、行方不明の少女とかか弱い少女を想像してるんだね。違うのか。違うんですか。彼女はこの街でリーパーズと呼ばれているコンビの片割れ。はあ、二人組の殺し屋。つてがあって報酬に大米を詰めるなら誰でも仕事を頼める。殺し屋か。ジェイミーさんだったら知ってるかな。クリムゾンローズとコバルトリリーを名乗っている。クリムゾンね、ボスがね、異名がね、赤い彗星なんで、まあ赤系ではあんだけど、クリムゾンローズとコバルトリリーね、やっぱり若い人のハンドルネームみたい。あなたの依頼人は。それは僕も知らない。依頼内容が書かれた手紙と小切手を受け取っただけでね。いたずらじゃないんですか。金は受け取ったんだ、いたずらでも構わないよ。それに小切手の額を思えば、いたずらにしては金をかけすぎだね。そんなに。なるほど、だからどんな情報でも噂でもいいんだ。まあ彼女に関係していない情報でもいい。どういうこと。というと、地元で何が起きているかは常に知っておきたいからね。うん、一応アンテナを張ってんだ。うん、そうですね。きらみきがうちの店に来たとか。うん。悪いけど今は何も思いつきませんね。ここで耳にする会話は噂する価値もないようなものばかりですし。笑い話ならあるかもしれませんけど。でも世間で起きていることについては、ニュースを見た方が早いぐらいで。なんだよ、噂一つ集められないとは、一体どんなバーなんだ、ここは。そっちこそ何なの。ここはフィルムノワールの世界じゃないんだから。どうしてもって言うなら、そこのギルが何か知ってるかもしれません。あっ、なすりつけた、ギルに。おいおい、何の話だ。何か役に立ちそうな情報はあるかい。いえ、全然、そんな人間だと思われて憤慨しているところです。何か隠してるな。でも冷静に考えたら、彼とは関わり合いにならない方がいいかも。全くとんだ無駄足だった。ETC が管理しているバーというバーで、最近噂になっていることが、ここでなら役に立つと思ったんだが。はあ、どんな噂？知らないのかい。質問してんのはこっちです。
なに、すぐに君の耳にも入るさ。なんだ、何にしろもう一杯飲んだら行くよ。高いやつ何になさいます？グリズリーテンプル。お、ちゃんと絶対ガットパンチだと思った。かしこまりました。グリズリーテンプルね。この人はミスタードノバンとは違って多分 L サイズ出すと怒るタイプの人だろうな。どうぞ。これもさっきの80ドルって足りるわけねえだろ。いいえ、そうか、頼むよ。何かあるだろ、情報が。まだ諦めてないのか。今週に入ってから全然進展がなくて。いいニュースといえば、この近くのモールの屋上から、あ、それ知ってるわ。身を投げた女性を別の女性が空中でキャッチしたって話ぐらい。そこまで行くと作り話っぽいけどね。その女性がクリムゾンローズとかじゃないよね。私が聞いたのはハービンガーズが今日銀行で騒ぎを起こそうとしてるっていう噂ぐらいですね。それなぁ、がっかりだな。で、待てよ、その話誰から聞いた？この話を聞いたのはドノバンさんだって。ニュースで言ってましたよ。ああ、出所は明かさない。まあでもハービンガーズという名前は言ってなかった。お、グリッチシティのメディアはどこもそのニュースを取り上げていない。何者かに口止めされているか、何らかの事情があるらしいが、海外のメディアでもハービンガーズなんて名前は報道してなかった。うん、割とチェックしてんだね。何らかの理由があって公表してないんだ。つまり君はその組織の一員ってことか。もしくは内情に通じる人間から話を聞いたか。ああ、めんどくさい。へえ、もっと頭が鈍いかと思ってた。探偵っぽいことにしてくるな。このところ3日連続でドノバン・D・ドーソンが店に来たものですから。それは本当か。この人アイドルのサイン入りグラスに気づくかな。そっか、彼絡みで面白い話はすぐに思いつかないけど、有名人だね、ドノバンさん。でしょうね。何か耳寄りの話はしていたかい。数日前にコンサートをやったアイドルにインタビューしたり、どうしようもないインターンたちの相手をしたりしているとか言ってましたけど、まあ、めぼしい話はないってことですね。そうか、ふむ、それは。あ、また銃声？排気音。爆竹みんな自分の意見を曲げようとしないな。今の何の音だと思います？何かとてつもなく重いものが落下したみたい。落下した音？また新たな説が。重いもの？まさかそれはないだろう。もっと爆発音っぽい感じだと思いますけど。いや、確かに金属がぶつかる音。なんだろうね。金属製の重いものが落ちたんだ。そうに違いない。何の音だとしても、こんなに繰り返されるっていうのは普通じゃないですね。何か事件が起きてるのかも。銀行って近い？こっから。近頃、ギャング同士が小競り合いしているらしい。だからここでドンパチやってるのかもしれない。じゃあやっぱり銃声だ。だとしたら、あまり店の近くではやってほしくないけど。さて、そろそろ行くよ。全くの無駄足ってわけじゃなかったようだ。本当ですか。ああ、どんな情報でも役に立つからね。いずれまた寄らせてもらうよ。意外に切れ者なのかな、ハートさん。それじゃ、またのお越しよ。じゃあギャングは？まさかここはユニコーンの縄張りだぜ。ユニコーン。それはギャングの名前？ユニコーンの連中は常に中立を守り、他のギャング同士の取引の立ち会い人を務めたりと、重要な役割を果たしている。どうしてそんなこと知ってんの？その筋、何も聞かなかったことにしておいてあげる。怪しいね。ほ、 BTC 直営のバーに関する噂って何のことだろう。気になるな。何か知ってる？バーを隠れ蓑にしたマネーロンダリングが行われているって話があったような。ああ、噂を聞いただけだからな、あくまでも。すぐに私の耳にも入るらしいから待ってるか。いらっしゃ。お、なんだ？あ、何何？どうやったら彼女と付き合えるんだ？え、どういうことこれ？ストリーミングちゃん？どうもー、ストリーミングちゃんでーす。あ、なんか、どこを読めばいいのか。プレミアムどうやったら登録できるの？これは昔懐かしいニコニコ動画ってやつ。あ、配信の方ですかね。ライブって書いてある。ライブってなかったよね、さっきまで。どうも、ストリーミングちゃんでーす。うちの日常とスリリングな冒険を24時間365日生放送でお届けするよ。配信者。ニューヨークタイムとお色気シーンはプレミア会員限定。お色気シーン。
ああ、毎月たったの 99.99 ドル。今すぐプレミアムに登録登録。文字はどうやって出してるんですか。うわー、なんだなんだ。金曜の夜はお待ちかね、ストリーミングちゃんの夜遊びタイム。今日の夜遊びはシャイニングフィンガード .moe 萌えの提供でお送りしてます。あ、シャイニングフィンガード出た。え、こういう、あー、でも提供ってだけか。この配信してるサイトがシャイニングフィンガードっていうことではないですかね。シャイニングフィンガードは2069年以来アダルト VR 業界だった。ああ、ここで分かったな、シャイニングフィンガードがジル。そういうこと。はあ、アダルト VR をやるのに800ドルか。なるほど。それは多少高いかもね。ジルの性癖が分かってしまった。1年間のプレミア会員権を購入すると今ならコードがついてくる。あ、1年で800ドルなんかな。もうそのコード持ってるかも。このコードを使えばうちをモデルにした VR を無料体験できる。さて本日はダウンタウンで一番しょぼくて汚くて臭くて最低のバーにやってまいりました。悲しいかな、内装は案外まとも。犬のおしっこ臭い。まだすんの、犬のおしっこの匂い。声だめ的なバーに行くという野望はもはやこれまでか。ああ、犬のおしっこは取れたのかな、もう。はは。ちょっとあなた、それはともかく今日はあなたの一生の思い出になる夜遊びをやってくよ。そこのあなた、バーテンダーはどこ。俺だ。今話しかけてる相手がそう。やだ、ウケる。でも本当のことを言うとどこ。目の前にいるのがそう。俺だ。ちょっとそこのイケメン、俺、バーテンダーどこ。ここにいる二人はそうだ、ギルのことか。嘘。上半身すっぱだかで火を操りながらお客さんを口説くホットなバーテンダーは。そういうバーテンダーもいるんだろうな。腰をフリフリして踊るセクシーなギャルは。ウェイターみたいな格好したダサい二人がバーテンダーだっていう。なんていうことだ。つまんねえって言われてんな。残念ながら米多すぎだろ。ダメダメ。なんたって金曜の夜だよ。視聴者の数が一番多い時間帯なんだから。そうなんかね。花金、セクシーでそそるものがないとみんな離れてっちゃう。あ、いいこと思いついた。いいこと、あなたが脱げばいいんだよ。それで解決を盛り上がってる。プレミアタイム悪しろ。視聴者数の伸び方次第でブラも外してもらった方がいいかも。って、すごいまな板。お前そもそもブラつけてる。こいつを店から叩き出すぎる。その刺すような視線つけてないんだ。いいでしょ、どっちかが脱がないと始まらないんだから。うちは今日一回脱いじゃったし。そういう配信、それにもうこんな時間、今から他渡って運よくもっとしけてるお店があったとしてもその頃には閉店しちゃってるよ。で、どうしてスカートじゃなくてパンツを履いてるの。スカートを履いていたせいで首にされかけたことがあるから、ケースバイケースで変えてる。ダメダメ、イエスかノーで答えて。うちの視聴者、症状倍ぐらいの集中力しかないんだから。みんな何も考えたくないの。じゃなきゃこんな番組見ないっしょ。なんで今ので盛り上がるの。盛り上がってない。だから盛り上げていかなきゃいけないってのに。あなたはまだ服を着てるし。あ、そうだ、一杯ちょうだい。あなたが思いつく一番まずいカクテル、L サイズで。どれがいいかな。ん、もしもし聞こえてる。一番高いやつにしてやるか。ダメだ、脳活動停止そう。はい、まずいカクテル。私に言わせてもらえば、男らしいカクテルと宣伝用カクテルはどっちもまずい。なるほど、男らしくて宣伝用のやつある。うん、これとこれはどうも両立しないカテゴリーっぽいんで、宣伝用で、で、まあ、L サイズにできるやつね。多分これが一番値段高いんで。うん、ブルームライトでございます。どうぞ。きたきた、乾杯。ねえ、そんなに一気に飲まない方が結構ガツンとくるね。最初は感じなかったけど、玉を蹴られる感覚ってもしかしてこういう感じ。ニューヨークタイム終わった。その通りだ。よし、決めた、今日は吐くまで飲む。
楽しくなりそうだね。あなたがそれでよければ。そうと決まればこのバーについて教えてくれる？というと、あるでしょ、逸話とか笑い話とか裏話。この生放送はいつも6000人ぐらい、生放送で6000人ぐらいは多いですよね。見てるんだからちゃんと視聴者を楽しませて。そうね、週末にここでセイファートイカンパニーのパーティーがあった。この話か。それでそれで、犬だけで経営されてる会社。そうなの？この店はコーギーたちに蹂躙された。え、コーギー？じゃあコーギーにカクテルを出したってこと？受けてる感激。タキシードを着て人間の言葉を話すコーギーにね。やだ、すごい。ひょっとして担ごうとしてる？これが嘘だったらどんなに良かったか。他には他か。他にはそうね、オーグメンテッドアイのドノバン・ディ・ドーソンが3日連続で来店してるあの香水まみれで上から目線のクソ野郎、有名人なんだね。同じセリフをどこかで聞いたよな、キムさんかな。この間オーグメンテッドアイに取材されたの。あー、どんなこと聞かれたの？つまんないことばっかり。うちがどんな人間でどんな仕事をしていて、将来の夢は何で、どんなアイディアを持っているか。取材に来たのは小柄でおとなしい女の人。わあ、知ってるキムさんかなって思った。メガネをかけてて、なんでか知らないけど不機嫌そうだったけど、まあそれは置いといて。ん？あのグラスを見てもいい？目ざといね。どうぞ。この際まさかきらめき？この間コンサートの前に来てくれたの。本当に？ここでもしかしてスターの隠れ家的なバー？私たちはただちょうどいい時間にちょうどいい場所にいるだけ。プライベートのミキはどんな感じだった？うちも会ってみたくてずっと連絡してるんだ。向こうも乗り気みたいなんだけど、なんせ売れっ子だから。とても素敵な方でしたよ。ひたむきで仕事を愛してる。それがこっちにも伝わってきて。ファンにとっては歌姫なんでしょうけど、私にとってはこれまでに会った中でもトップクラスのいい人。確かにね、いい客だった。やっぱりいい人だと思ってた。コンサートもすごく情熱的でさ、伸び伸びしていて聞くたびに印象が変わるの。ストリーミングちゃんもファンなのかな。ミキが、シャインスパークを歌うと、うちの心は高性能コンピューターみたいにポカポカしてくる。シャインスパークもいずれ追加されますかね、曲にね。シャインスパーク、それゲッターローだけど、ゲッターローから来てんだろうな、多分な。そんな感じしてならない。シャワーを浴びるとき、いつも口ずさんでるんだ。プレミア会員なら毎日うちの歌声を聴けるよ。月々たったの 99.99 ドル。今すぐ登録。あなたはうちを担ごうとしてのかと思っていたけど。あ、モーンって言ってる。犬だろ、絶対。コーギーも見てんだな、きっと。こうしてちゃんと証拠もあるみたいだし。このグラスちょうだい。ダメ。ダメ。そこをなんとか。ダメ。つまんないの。もう、ニューヨークタイムの話してる。このバー思っていたより面白いところだね。気に入られた？あとはそこのイケメンくんが過去に、KGB と一悶着あったりしたら最高だけど、もしかしたらあるかも。なぜそれを？ほら。って、そんなわけないだろう。まだご注文なさいます？え、もちろんロンだよ。酔いつぶれるために来たんだし。もう少しいるかな。そういえばバッドタッチっていうカクテルがあるって聞いたな。バッドタッチか。笑っちゃう。それをちょうだい。大きいやつね。ビッグバッドタッチ。ププ。かしこまりました。彼女に L サイズの何がおかしいんだろうね、バットタッチを